ボブ・ブーザーはアメリカ合衆国の男子プロバスケットボールリーグ NBA で活躍したバスケットボール選手ローマ五輪金メダリストネブラスカ州ノースオマハ出身大学はカンザス州立大学でプレーしオールアメリカに2度選ばれた1959年の NBA ドラフトでシンシナティロイアルズから全体1位指名という 高評価を得るも、ローマ五輪に出場するため、プロ入りを延期し、このシーズンは、アマチュアアスレチックユニオンのピオリア・キャタピラーズでプレーし、AAU の全米トーナメント優勝に導き、自身は、トーナメント MVP に選ばれた。ローマ五輪では、オスカー・ロバートソン、ジェリー・ルーカスらとプレーし、金メダルを獲得した。ブーザーは1960年に代表チームで、 チームメイトだったオスカー・ロバートソンと共に揃って、新品ティロイヤルズに入団した。1年目から華々しい活躍を見せるロバートソンの影に隠れたものの、ブーザーも8.4得点6点にリバウンドを記録し、2年目の1961から62シーズンには、先発に定着して13.7得点10点に、リバウンドの平均ダブルダブルを達成した。 ブーザーは順調な成長を見せていたが、1963年に、やはり代表チームのチームメイトだったジェリー・ルーカスが、ロイヤルズに入団し、ポジションが重なるブーザーはシーズン中に、ニューヨーク・ニックスに、トレードされた。ここから、ブーザーは移籍を繰り返すようになり、ロイヤルズを離れて、以降8シーズンの間に5チームを渡り歩いた。ニックスで2シーズンプレーした後は、 ロサンゼルスレーカーズで1シーズンプレーし、1966年にエクスパンションにより誕生したシカゴブルズに移籍することになった。ブルズでは3シーズン越しを落ち着けることができ、ロイヤルズ放出以降やや伸び悩んでいたブーザーはここで全盛期を迎えた。ブルズで2年目の1967から68シーズンには21.5得点9.8リバウンドを記録し、 初のオールスターに出場。翌シーズンも21.7得点の高成績を記録するが、このシーズンにブルズは初めてプレーオフを逃してしまい、シーズン終了後にブーザーは再びトレードに出された。シアトルスーパーソニックスで1シーズンだけプレイしたブーザーは1970年にミルウォーキーバックスに移籍。十三歳を迎えたブーザーはバックスでは 控えとしてプレーし、得点アベレージはルーキーイヤー以来となる2桁を下回ったが、このシーズンにバックスは優勝を果たし、ブーザーは11シーズン目にしてチャンピオンリングを手に入れた。ブーザーはこのシーズンをもって引退し、NBA キャリアを優秀の美をもって締めくくった。NBA 通算成績は11シーズン874試合の出場で、 12,964得点7,119リバウンド、平均14.8得点8.1リバウンドだった。2012年5月19日、ネブラスカ州オマハの病院で死去した。75歳を打つ。ありがとうございます。